奥田八十二は日本の政治家、社会学者、福岡県知事を3期12年にわたって務めた、九州大学名誉教授、1920年、兵庫県で生まれる、龍の中学校、姫路高等学校を経て、1944年に九州帝国大学法文学部を卒業し、九州大学で社会思想史の研究に取り組み教授に就任した。また、 社会主義協会の発足や単行失業者の救済を目指した黒い羽根運動に参加した。1967年の社会主義協会分裂では大手派に属し、知事退任後は進歩と改革にたびたび寄稿した。1983年、当時の社会党や共産党の推薦を得て福岡県知事選に出馬し、 自民党などが推薦した亀井光の五選を阻止して初当選した。しかし、少数与党のため議会運営に苦しみ、例として一期目は知事公社不入居の公約や妻の公職選挙法違反で議会の球団を浴びた。知事としては、九州で初となる情報公開条例の制定や北九州空港の建設、中洲の復興を目指したアクロス福岡の建設などを進めたほか、 当時の福岡県で他県よりも多かった生活保護費の不正受給問題などに手をつけている。参戦時に同和行政の進め方をめぐって社会党、共産党の共闘が崩れたこともあり、達成感を主な理由として4期目は出馬しなかった。在任中に旅費など健康費の不正支出が全国最高額に達していたことが退任後に発覚し、 協力金名目で1600万円を福岡県に支払っている。皮肉にも発覚のきっかけは、自ら制定した情報公開条例によりから出張の証拠となる書類が開示請求されたことであった。当時奥田は、西日本新聞のインタビューに、分かってはいたが、いろいろ事情があってやむを得なかったと答えて、革新知事でありながら県民感情とかけ離れた姿勢。 と西日本新聞紙上で批判されている。また、アクロス福岡の理事長を務めた。1995年11月3日、君に当局日、茂光明受賞。晩年は、入退院が続き、2001年1月21日に、多臓器不全のため80歳で成去の十三位。2016年、奥田の自筆日記をはじめとした資料が、 九州大学大学文書館に寄贈され、奥田82日記研究会による研究活動が行われている。朝日新聞、2001年1月22日付長官、P32、福岡一面朝日新聞、2001年2月19日付夕官、P5、朝日新聞、2001年1月22日付長官、P1、総合面、95年秋の助訓君伊藤、 君に等、読売新聞1995年11月3日、長官、奥田82日記研究会開放、九州大学附属図書館、2021年5月23日閲覧、ありがとうございます。